ファンキュルタガタメプレゼンツ、前泉 P のゼッツつながるラジオ、やってました。ラスト湯浅な3分間ということで、はい、ノア役の湯浅楓さんですが、はい、今日最後なんで、はい、お互いの心の距離が近づいたかを確かめるゲームをしたいなと。やったー、よろしくお願いします。イマピーに合わせろ、うん、ボキャレス対決。イエーイ。はい、ルールは簡単、はい、俺がお題を出す、はい、一緒であれば、はい、お前を湯浅を試した罪で俺が真っ赤な太陽の苦々茶を飲む試した罪、はい、逆に外れた場合は湯浅さんが飲むっていう、うん、別に俺がやる必要もないことをやる、うん、まあ、俺のアップサイドが何もない報酬が何もない。上杉さんに苦々茶を飲ませる企画、うん、別にこれでなんかやってかっこいいともなんないしということでお題は、はい、ドゥルルルルドゥンドゥン、何、優等生といえば高ためだからな。それはもうドゥルルルルドゥン。なんでよ、シャワコでしょ。シャワコもそうだけれども、高ためだぞって言ったじゃないですか。シャワコじゃねえんだよな。シャワコでしょ、どう考えても。シャワコ好きだな。シャワコ好きなんだよ。ちょっとね、ライバルなんで、めちゃくちゃ。え、シャワコ、そう、けん玉でも対決してるし、あの人のなんかすげえけん玉の2で、はい、その絶対負けないっていうあの意志がね、すごい、ね、勝ったんですか、それ。負けたよね。あれでしょ、湯浅がフリップでなんかモザイク出されてた時でしょ。なーと思った。ということで、はい、何でしょう、真っ赤な太陽の苦々茶を飲むのは、はい、湯浅さん。あれでもなんか来ましたよ、こんなところに私より多い量が来てます。さっきのコップですか、これ。新しい。じゃあそっちどうぞ。なんでや。あ、じゃあここから来ます。完全に捕まっとる人やん、囚人。完全に面会のやつ。それでしょ、もうこれ。もうこうですよね、私が負けたんだから。ちゃんと髪の色と合わせてるしね。いいと思う。じゃあ、お疲れ。これはソーシャルディスタンス。ね、これ氷まで。やば、これ飲むまで終われないから、もう編集でプルルルってやるから。まずい。ということで、2週間のゲストどうでした？ちょっと今コメントできないと思います。ということで、ゲストの湯浅楓さんでした。それではまた来週。